はい。お米マニアユッキーです。今日は、こちら。じゃじゃじゃーん。秋田小町。秋田県産、秋田小町の5キロ。これは無洗米ではありません。通常の白米。ね。こちらに書いてみますけど、30年度産の、精米、したのが、09年の、19年の、5月の27日と。なっております。艶、粘り、香りなど、お米の旨味を追求し、仕立てた秋田小町です。風味豊かな味わいに、作り上げました。これ値段が2000円です。ね。原材料名が、産地が秋田県。で、秋田小町。単一原料米。となっております。食べたことないです、僕は。うん。秋田小町。はい。ということで、出来たてほやほや。こちらをね、早速いただきましょう。いただきまーす。うめえ。前回、確かコシヒカリだっけ？なんだっけ？会津さんのコシヒカリ。あれまずいって言いましたけど、おそらく、原因がわかりました。俺の舌がバカ舌だからではありません。うん。炊飯ジャーのですね、熟成炊き。というコースがあるんですよ。で、説明書によると、象印の、炊飯ジャーで、見ると、なんか、熟成、なんか、とりあえずうまくできますって、美味しくなりますみたいなこと書いてあるんですけど、あれはね、出まかせです。うん。後でサポセンに、クレーム入れます。うん。ちゃんと無洗米用の計量カップも使って、で、さらに水も、きっちり無洗米の、白米の量を入れてるわけです。うん。なのに、ものすごいパッサパサの、なってる。これなんでか。熟成だけを、選ぶとですね、普通の、ご飯、だいたい俺の場合でと、57分かかるんですよ。それに対して、熟成炊きはそれプラス15分。おおよそ。10分から15分。で、その結果、長く加熱することによって、水分が気化して、水分がどんどん減ってってる、ということです。うん。これはほぼ間違いありません。うん。俺だって、割と、ずっとね、知らなかったんですよ、その機能自体が。熟成炊きっていう機能が。で、あれ？こんな機能あったんだ、みたいな感じで使ってから、それ以降ですね。具体的に言うと、業務用スーパーの楽々ライスっていう、あれを、時点でも、確か熟成だけ使ってるんですよ。だから、あれも、まずかったって俺、レビューしてますけど、あれ下手したらまずくない可能性すらある。うん。なので、今度は、象印にクレーム入れますね。うん。まあ、あれです。プラス、実験で、本当にそうなるのかっていうの。多分動画上げると思いますので、よろしく。そして今回の、お供は、本当に美味しい、これ、マジで。すっげー光ってるもん。これ。これ多分見えないんですよ、これ。普通のカメラだったら。肉眼でやるとね、確認するとね、すっげーツヤ、キラッキラしてる。
で、あの歯ごたえも、まあ、粘り気のちょうどいい感じ。うん。まあ、俺結構柔らかい方好きなんで、ちょっとだけ、あの、加水多めにしてるんですよ。うん。多めに加水したんですけど、あの、それでもやっぱり、芯がしっかりしてるというより、まあ、粒がしっかりしてるというのか、そうですね。美味しいです。うん。あ、でも、あれやな、象印、なんで気づいてないんだろう。わからん。まあ、後で検証動画あげましょう。うん。ただ、俺の場合、基本的に一升しかしてないんで、一升からしか炊いたことないんですよ。だから、一合とかで炊いたことないんで、そうですね。厳密に言えば、やっぱり、一升で炊くべきなんですけど、うん。あと、無洗米コース。無洗米コースで、なおかつ、熟成炊きコース。プラス、検証としてこの白米、普通の、ね、やつで、まあ、普通に炊くのと、無洗米、熟成炊きでやるの。まあそうですね。間違いないと思いますね。うん。一応、あれですから。これでも俺、酒動画で、神の舌を持つユッキーとも呼ばれてる、リスナーからね、呼ばれてる、この、酒マニアで、特にウイスキーの味に関しては、絶対的に、多分俺を、超えるのは多分マスターブレンダーでも超えられないでしょ。うん。少なくとも、ボーモアのマスターブレンダーよかは圧倒的に、俺の方が、舌がいいですね。うん。はっきり言ってボーモアはマジで頭おかしいのかな、あれな。あそこのマスターブレンダーマジで頭おかしいんだろうか、あれ。本当に。あんなに味違ってさ、マスターブレンダー名乗れるんだからな。すげえわ。楽な仕事だわ。マジ楽な仕事だわ、それ。めっちゃ楽な仕事。な。それでは、納豆いただきまーす。やっぱ日本人納豆っすよ。ご飯に納豆っすわ。うん。ね、確か半年ほど前まではずっと無洗米の5キロ無洗米の、1600円のやつを買ってて、でその間はずっと熟成だけはしてなかったんですよ。普通の無洗米コース、それでも十分、美味しかったんですよ。うん。半年じゃなくて、3ヶ月ぐらい前かな。だけど、この秋田小町は全然、
全然違いますね、これね。うん。うん。うん。これは、ただの秋田小町ではない。これは、スーパー秋田小町だ。まあいいや。何が違うかっつうと、米の表面ですね。口に入れると、米の表面が、非常にツルツルしてる。うん。これまで食ってたやつだと、だいたい、ツルツルなんてしてないんですよ。うん。ツルツルなんてしてないんです。まあ、なんか普通の、うん。ぬちゃっていう感じ。まず舌触りが全然違う。だから表面がツルツルしてるってことはですよ。それを舌で感じられるっていうことは、その輪郭がしっかりと、コーティングされてるってことです。うん。つまり、しっかりしてるんですよ。確かに水多めで炊いたんですけど、それでもしっかり粒自体を、認識できるぐらいの、舌触り。うん。が感じられます。ウィキペディア。秋田小町は、日本の稲か、栽培品種の一つ。秋田県が開発し、1984年に国の奨励品種に採用され、その後は秋田県と東北地方を中心に、日本国内各地で栽培されている品種である。うん秋田県が独自の、養殖味品種を目指し、5年以上かけて開発していた品種であった。最終的に選出された秋田31号。秋田31号、括弧秋田小町。うん、は、福井県から譲渡された一株の F1 交配種子を用いて、育成されたものであったが、両県の間で権利の譲り合いがあり、種苗法による、品種登録はされていない。うん、種苗法はなんだかよくわからん。そのため知識、知的財産としての裏付けはなく、隣県の岩手県をはじめ、関東、中国地方、九州地方まで広く栽培されている。あ、そうなんだ。マジで九州で秋田小町作ってんの？すごいな。先ほど出てきた種苗法、違う、種苗法らしい。植物の新品種を創作に対する保護を定めた日本の法律。
1998年5月29日に交付された植物の新たな品種、過去花や農作物などの創作をしたものは、その新品種を登録することで、植物の新品種を育てる、育成する権利、括弧育成者権を占有することができる旨が定められている。なるほどね。まあ、簡単な話。なんだっけ。忘れた。なるほどね。1991年には、作付け面積が、10万ヘクタールを超え、以降は、作付け面積2位から4位を、維持している。2005年の作付け面積は約、13万。これ、13万平米、平米だ。これ、なんていうの？さっき俺読んだんだけど。あ、ヘクタールね。ヘクタールね。HA、ヘクタールか。順位は第4位で。東北地方に限れば、一目惚れに次いで、酒漬け面積2位である。美味しい。これは美味しいわ。やっぱ全然違うな、これな。まあ、少なくとも、舌触りは全然違うのは分かった。で、あんまりね、甘みがない。おそらくそれが特徴でしょう。多分。命名と販売。公募された名前の中から、秋田県湯沢市小野町、誕生伝説にちなんで秋田小町を命名された。秋田県湯沢市って、湯沢市ってあれ秋田県だったっけ？な、バカな。俺、湯沢は何回も連れててもらったことあるけど、あれ、新潟県じゃなかった。嘘。あ、ほんとや。秋田県だったの？あれ、湯沢は。マジで？これマジかよ。全然知らなかった。湯沢のね、クアハウス体内っていうところがあって。クアハウス体内。これ体内じゃねえか。これ体内市ですね。湯沢じゃなかった。クアハウス体内はね、新潟県の体内市っていうところなんです。これよく行きました。はい。温水プールですね。懐かしいね、これね。で、体内市っていうのが、まあ、漢字で、まあ、いわゆる子宮である、体内って書くんですよ。だからね、何らかのあったんでしょう。それが騒動で。多分。でね、この付近に、
が小学生の時に行った釣り堀があるんですよ。うん。で、そこでニジマスを、小学生の時にこれぐらいのチーズを餌にして、ピャッてやって、で、釣って、わー。で、そこの、あれですね。そのところで、もうすぐに、塩焼きをその場で調理してもらえるっていうのがあって、ニジマスを、まあ、塩焼きで食べて、あまりのうまさに、未だに、あれを超える、魚はいないと思う。あの味を超える魚存在しないですね。確か胎内市にね、あ、これですね。胎内フィッシングパーク。これ!ここだ、懐かしいこれ!手ぶらで楽しめる釣り堀公園。うわぁ。超懐かしいこれ。ルアー専用池と、レーサー釣り専用池があるみたい。ほら、釣った魚はその場で塩焼き、炭焼き。これだぞ、お前。釣り上げた魚はその場で炭火で串焼きにして、香ばしい匂いと、うっすら上がる煙の中、楽しむことができます。うわぁ。これいくらなんだろう、これ。うん。釣った分のみ、ちなみに釣り竿が、200円。餌釣り用が200円。で、餌を追加するのは50円。高校生以上が200円が入場料。で、子供は100円。過去中学生以下。うん。で、未就学児は無料です。だから、幼稚園以下は、無料と。で、いくらなのこれ。魚いくらなのこれ。釣り上げた魚は池に戻すことはできません。すべてお買い上げとなりますので、お気をつけください。なるほど。すげえな。ってことはそれだけやっぱりめちゃくちゃいるんでしょうね。値段書いてねえな。え？値段書いてねえよ。バカな。いや、バカな。値段が書いてないだと。うわー、これ超うまそうだよ、これ。炭火焼けよう、この串焼きで。半端ねえな、これ。こりゃすごい。皆さん見ます?ほら。これよ。これ。しっかり内臓を取ってくれて、で、あれですよ。炭焼き。胎内フィッシングパーク。パネーな、これ、マジで。マジパネーな。うわ、これ絶対うまいだろ。ただ
でさえ、川魚っていうのは、まあ、やっぱりね、普通釣れないじゃないですか。釣るのとかも難しいし、あと、当然上流とかの方に行かないと、まあいないわけだし、水がきれいなところじゃないといないわけです。うん。うわぁ。で、やっぱり、場所があったとしてもすげえ警戒心が高いんですよ、あいつら。川魚。ヤマメ。ニジマス。あとなんだっけ、川の主釣りでね、うん、序盤にいるやつ、ヤマメと、あとなんだっけ、忘れた。あ、ゴールデンウィークは入場制限するべきです。魚さばくのに1時間以上待たされました。ああ、なるほどな。ゴールデンウィークはさすがに混みますだって。ああ、なるほど。値段書いてねえんだけど。あ、ヤマメとイワナだって。ニジマスがメインでヤマメとイワナも釣れるって書いてある。はい。ヤマメとイワナなんて俺一回もリアルで見たことない。ヤマメとイワナはマジで、ニジマスよか、釣りづらいって言われますね。うん。で、ニジマスだったらそこら辺のスーパーで売ってるんですよ。でもね、ヤマメとイワナなんて売ってねえっすよ、絶対。絶対売ってないっすよ。うわぁ。竹竿に浮きつけた、竹竿に浮きですよ。で、子供でも簡単に釣れてる。俺だって小学生の時に、小学5年か6年ぐらいの時、普通に簡単に釣れたもん。うわぁ。いまだにこのガキの頃のあの、ニジマスの味、覚えてるもんね。あ、書いてありました。釣った魚は 100g 300円だって。あ、安い。のか。あ、6匹で1900円だって。6匹で1900円ってことは、6318だから、だいたい1匹300円ちょいですね。320円ぐらいです。で、釣りは15分くらいで、焼くのに40分ほどかかった。まあ、焼くのは時間かかる。まあ、しょうがないな、これな。でも、6匹で1900円って、クソ安いだろ。って思わないですか、これ。だって、ニジマスだぜ。東京にさ、まあ、俺だって新潟、もともと新潟だけどさ、新潟でも、もう平野だったんですよ。だから、俺が住んでたのは。だから絶対釣れないんですよ、そこら辺じゃ。だから絶対山登ったりしないといないんですよ。だから入場料2000、いや200円で、餌が、釣りが、200円でできるから、400円でまず釣れるわけだ。
で、餌追加が50円でしょ？ってことは、1匹釣ったら、400円、最初は400円で1匹釣れるわけだ。うん。で、1匹につき大体プラス300円だから、400足す、300で、大体700円ぐらいで、1匹目は食えると。それ以降は、値段がどんどん安くなっていく。って感じですね。うわ、いいなぁ。イワナとヤマメなんて思います。本当にあの、川の主釣りでしか出てこないような、あの、群馬とかの秘境じゃないと出てこないですから、絶対。絶対。伝説のあの、魚です、多分。いや、本当に。これあの、皆さん多分分かんないと思いますよ。イワナとヤマメは多分ね、伝説レベルです、ほとんど。川の魚、川魚の中だと多分一番あの難易度が高くて、あのガチ勢のそのプロとかっているじゃないですか。ああいう人じゃないとまず釣れない。それはやっぱり、あの、警戒心がとんでもなく強いこと。で、釣りの場合だと、俺も釣りなんかがやったことあるんで、わかるんですけど、あの、いわゆる釣りの時のその、魚の目線で、俺らは、あの、いわゆる水があることによって、その、あの、太陽の、てか、光のあの反射角で、あの、魚が見てる、俺らと、俺らを見てるのと、俺らが、水面か、水面の中、水の中の魚を見るのとは、あの、まあ、違うんだよね。うん。だから、あの、本来だったら川の、あの、後ろ。もう川辺で釣らない釣っても絶対釣れないんですよ。もうあの、反射角でもうあの、見えてるんですよ。魚が。もう魚からそいつの姿バッチシ捉えられてるんで、あの、かなり後ろに下がらないと、あの、その視界から逃れることできないんですよ。まあ、これ釣りしてる人だったら当然だと思うんですけど、あの釣りしてない人は多分分かんないです。だから特にこういった川魚っていうのは、そういった、警戒心が非常に高いことと、その、レンズ、まあ、水が、レンズの、まあ、役目をしますから、角度が、あの、全然違うということです。うん。ヤマメは、ヤマメの味はほんのりとした甘み。イワナはやや癖のある香り。ウィキペディアでヤマメ、ググりましょう。ヤマメは、
サケ目サケ科に属する魚であるサクラマス。サクラマスのうち、後悔せずに一生を河川で過ごす、河川残留型の個体のこと。あ、サクラマスなと同じやん。わからん。北海道や東北地方の一部では山辺とも呼ばれる。また九州の一部の地域では山辺と雨子を総称して江の葉とも言う。二年魚でも全長は20センチ程度にしかならないが、ダム湖などに下り、再び、遡上してくるものは40センチに達するものもいる。周期に、秋の季節に、河川上流域の、主に本流の、なんとかかんとかの、河川に、産卵床を形成し、一腹200粒ほど産卵する。保護を目的として、漁協や、県などの自治体などが、管理する河川では、10月か4月頃までが禁漁期間となっている。新潟県での回帰率は 0.03% と推定されている。なんか難しい単語が出てくるな、これ。主な餌、ブドウムシの代わりに使われている、ガの幼虫ですね。ガの幼虫、カワゲラの幼虫、これがカワムシですね。有名な。カワの虫釣りで超有名な、ほぼ万能餌のカワムシ。虫眼鏡じゃねえ、あれで使って取るんだよな、あれな。網だっけ？無限に手に入る。カワムシね。うん。カワムシは俺一応見たことありますよ。うん。石ひっくり返すとそこにいるんで。あ、ありましたね。サクラマスは難易度高いんだって。ヤマメカッコアマゴは本流でも釣ることはできる。渓流域よりも餌が豊富なため、魚は大型に育ち40センチを超えることもある。また、公海型のサクラマスが遡上する、河川では、シーズンになれば狙うことができる。サクラマスは60センチにもなるため、強力な引きに耐える専用の本流竿が、シマノやダイワや、ガマカツなどのメーカーで開発販売されている。本流竿では、大型のヤマメやニジマスなども合わせて狙うことができる。サクラマスは、河川を遡上中はほとんど餌を口にしないため、100日通って1日かかるかどうか、1回かかるかどうかと言われているほど難易度が高い釣りである。まあ飯食わねえんだったらもうどうしようもねえよな。
新潟県はね、あのね、鮭が有名なんですよ。うん。いないところに行くから難しいらしい。入りにくい場所、かっこ、沢登りを3時間とかに行けば、どっちも釣りやすいと思います。ただ、入りやすいところは魚もいない。なるほど。納得です。3月から9月の6ヶ月間ですか。は釣れると。釣ることができる。うん。君はヤマメを釣ることは言わないや、ヤマメを釣ることは、イワナは、イシダイや、サクラマス釣りのように、奇跡を祈る釣りだと思ってるけど、そんなことはないんだ。10年経った、今でも相変わらず、釣りが下手くそな君でも、魚がいるところにいれば、なんとか釣れているよ。だから、今が、3月から、9月なら、迷わず川に飛び出してみよう。うん。なるほど。最も釣りやすいのが春から夏。うん。え？5月から6月がヤマメ釣りにベストシーズン。程よく水温が上がっているから魚たちも元気で、君のような栄養失調でも川で、遊びやすい時期だよ。この人、このブログが、なんだこれは。なんかものすごいあれしてくるな。すごいこと書いてる、これ。学生時代の春から夏を君がどんな風に過ごしているか、僕は知っているよ。勉強に打ち込むでも、バイトに励むでも、女の子と楽しい時間を過ごすこともなく、ひたすらネジネジの安いパンを食べて春をしのいでいるはずだ。安いだけしか脳のないこういうパンだ。で、セブン&アイのセブンイレブンの優しい甘さのソフトスティック。6本で108円。なんか とんでもないな、これ。めちゃくちゃあれしてくるな。上から見てくるな。逆に、春や秋は寒くてすぐに凍死するだろうし、夏のギラギラした日差しに耐えうる体力もないはず。
3月から4月は渓流が解禁した直後だ。それまで人が入ってない川の魚は釣り針をしばらく見ていないから警戒せずに餌を食べてくれる時期だって。はぁ、あ、なるほど。ただ厄介なのは寒さだ。腰まである長靴のようなものを履いて川に入るから、水には濡れないんだけど、渓流のある山の上は気温が低いし、手が水に濡れたりもするから寒い。ちなみにこの腰まである長靴は、これ高校生の時には、これ部活で理科部っていう部活があって、胴長って言うんですけど、それ履いて川に入って、いわゆる追い込み漁みたいなことやってましたね。ウェーダーだって、これ、ウェーダー、これ。胸ぐらいまである、長靴っていうか、長靴と一体型のあれですね。値段がね、だいたい1万円ぐらい。1万円以上しますね。うん、うん。こんなにするんだ。IQ が低い君は釣りに夢中になって雨に打たれて凍え死にそうになったこともあるから、ベストな時期とは言えないかもしれないけど、しっかり防寒対策をしていれば楽しく釣りができると、時期だ。うん。それからこの時期は餌釣りがメインの釣り方になるよ。まだ泳ぐ力がないヤマメやイワナは流れの脇とか川の底にいる気がするよ。気がするだけだよ。天からでも釣れると思う。でも君には難しい釣りだったから諦めたよ。何天からって。天からって何？あー。フライ？はぁ、なるほどね。これ川の主釣りっていうゲームやってる人だったら、やったことある人だったらわかるな。ヒュン、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 ピュンっていう。いわゆる毛張り釣りみたいな、あれ。毛張りのフライフィッシングってやつがあるんですよ。やったことないけど、全然やったことないんでわかんないですけど、うん。まあ、いわゆるそうだね、ハチとか、まあ飛んでるね、昆虫の形を模した毛で作られている、まあ、ルアーみたいなやつ。うん。まあ、基本的にこう、水の上にこう、ポチャって落として浮くんで、っていうタイプ。基本何もしない街なんですよ。ルアーはこうやって引いたりして、こう引いたりこう、バーバーバーって動かしたりするじゃないですか。毛針の場合はポイって投げて、放置しとく。こう、勝手に流れてって、ほぼ放置です、これ。うん。ちなみに僕はルアーで釣りで一回も釣れたことないです。ルアー釣り難易度高すぎ。餌釣りの方が圧倒的に楽で、簡単に釣れます。ルアーはね、難しすぎ。本当に。全然釣れない。だから、俺は投げ釣りだったんですけど、片天秤と、ジェット天秤とかも使ったりとか。はい！
って撫でて、あと、竿立ててほっとく。で、10分くらい経ったら、引くんです。で、大体、海でやってたんで、防波堤とか。マゴチっていう魚が釣れます。でも、マゴチっていうのはね、実はうまいんです、あれ。めちゃくちゃ高級魚なんですよ、マゴチって。マゴチ。マゴチ、これ、本当に美味しいんですよ。で、夏が旬で高級食材として扱われ、釣りの対象としても人気がある。ただし、頭部には小さいトゲがあるので、不用意に手で触ると怪我をする。うん。エラの上ですね。あ、これ高級魚なんです。実際。ただね、大体ね、こんぐらいの大きさしか釣ったことないです。もっとでかくなるんだけど、でかいやつだと1メーターぐらいいくんですよ、これ。うん。最大約80センチほどの大型個体がたまに、釣れると。書いてあります。で、先ほどの、ブログに戻ります。4月までは、魚の動きが鈍いからルアーやフライを追いかけてくれるケースは少ないけど、5月以降は魚の動きが活発になるから釣り方の選択肢も広がるよ。それまでは活性が低くて、ルアーやフライを追いかけてくれなかった魚も釣れるようになる。なるほど。君のように頭脳も運動能力も他人より劣っている人間でも、釣れる、提灯毛針釣りが簡単でおすすめだ。初めて聞いた。そしてめちゃくちゃあ、煽ってくる。何これ、提灯毛針釣り。聞いたことすらね。はぇ、あ、4、5メーターの竿の先に、1メーターぐらいのラインをやって、その先に毛針を、だって、めちゃくちゃ短いな、これ。魚にかなり近づいて釣らないといけないので、岩に隠れたり、影を落とさないようにしたり、ゆっくり歩いたり、気配を消します。うまく自分が隠れられないような、開けすぎたポイントは諦めましょう。高低差がある川は隠れやすい。投げる、水面に落とすだけ。糸が短くて、投げることできないので、毛針を水面に落とすだけです。はぁ、あ、こんなのあるんだ。へぇ。フライのようにキャストで、枝に引っ掛けて毛針をなくさないので、経済的です。ちなみに私が、人生でなくした針の、7割が木の枝への提供となっていますが、提灯毛針ならそんな心配はないです。これ毛針で合ってるの？あ、毛針で合ってる。うん。だって。こんなんで釣れるんだ。
緑が深くなった山で竿を振るのは最高に楽しいよ。この時期は水が入ってこないウェーダーだけではなく、水が足まで入ってくる靴で釣りをすると涼しくて快適だよ。逆にね。逆に入った方が涼しいっていう。あえて。なるほど。で、思わぬところで野生動物に出会うこともあるんだ。この小鹿は君の、人相の悪さにおののいて、撮影した直後飛ぶように逃げていったよ。人間からも野生動物からも君は嫌われる運命なんだね。しかし残念ながら、アブとかハチは、君のことは嫌いになってくれないみたいだ。それほど効果を実感したことないけど、ハッカ油を、体にかけておくといいらしいよ。これね、あんま関係、俺も実際ハッカ油持ってるんですけど、ぶっちゃけ、ほとんど効き目ないです。ぶっちゃけた話。俺、むっちゃくちゃハチは一回刺されたことがあるけど、蚊にむちゃくちゃ刺されるんですよ。一応俺の中の最高ギネス記録として、俺の中でのギネスは、一ヶ月に100箇所以上刺された。という伝説的な記録があります。だいたい夏3ヶ月とか4ヶ月ぐらいですよ。だいたい300箇所以上刺されましたね、1年のうち。ほぼ伝説的です、あれは。毎回数えるんですけど、だいたい1日3回以上、3箇所以上刺される。だって、外出て、5分で、5匹ぐらい、足にもう群がってくるんですよ。速攻で。で、うわーってやって、でもやっても絶対刺されてるんで、3箇所から5箇所ぐらい。もうすでに刺されてる。で、ちなみに俺は AO です。A 型の O です。AO です。ヤマメやイワナの産卵が近づくこの時期、渓流魚は夏や春のように積極的に餌を食べてくれないんだ。あ、秋はね。秋以降。だから春や夏よりも難しい。難易度は上がっている。だけどこの時期はヤマメが赤く色づくのが綺麗だから、君は懲りずに川に出ているよ。決して釣れないわけじゃないから挑戦する価値はあるんじゃないかと。これ婚姻色ですかね。そういうことだよね。確かに赤くなってます。あ、本当にピンクだ。綺麗だな、本当に。もう美しいよね、もはやね。あ。魚の釣りやすさが、5月から6月が20丸。で、3から4月が、4月が丸。7から8月が丸。9月が三角。で、人が快適かどうか。3月から4月が三角で、5月から6月も丸。7月から8月は三角。9月は丸。って書いてある。魚の釣りやすさと人間の、軽油に行く快適さを表にするとこんな感じになるんじゃないかな。軽油で食べるスティックパンの味はなかなか悪くないもんですよ。だいたい軽油がないんだよな。人生で一回だけ、一箇所だけ軽油には行ったことあります。それ半年ぐらい前だったかな。新潟県の、五頭山っていう山なんですけど、
あそこは、あの、非常に、綺麗な川が流れてて、まあ、簡単に行けるんですけど、ただ、登山の人たちは、あの、こんなゴズさんはマジで、あの、やらん方がいい。だから、その以前そのニュースになったのは、なんかガキと、父親で行って、なんか、うんたらかんたらってやつ。あの、死んだんだかなんなんだかって、行方不明になったとかなんとか、言ってましたけど。ありましたね。阿賀野市の、親子は遭難。身長が180センチくらいの、体格中肉の、男性と、身長130センチの、子供。あ、死んだんだって、やっぱり、あっちゃ。二人死んだらしいです。遺体は、37歳のうんたらかんたらの人、男性、と長男で小学1年生の、まるまるくん、6歳。あっちゃ。だから、こんなレベルで行くやつじゃねえんだって。こいつらあれなんじゃないか。神獣のために行ったんじゃないの逆に。逆に考えると。このレベルの山を、あの、何の装備もなしに、あの、普通の T シャツとかで、あの、行くこと自体がそもそもあの、あの、常軌を逸してるよね。うん。常軌を逸するって言う。逸する。逸した。あ、当てた。なんか、ゴズさんは、新潟県の山の中だと、相当難易度が高いはずです。遺体は山道から外れた沢の斜面で発見され、寄り添うように折り重なって、倒れていたと言います。また発見された場所は雪が残るなど二次災害の恐れもあるため、これまで地上から捜索できなかったということです。背格好や服装などから遺体はほぼ二人とも見られてますが、損傷が激しく身元の特定には時間がかかる見通しです。はい。今から一年前ぐらいだ。もう一年経ったのこれ。マジで？半年ぐらい前だと思って、一年経ってんのか。笑った。多分これあの、あれだと思うぞ。一家し、心中にしに行ったんじゃないか。少なくともバカでもわかるだろう、こんな。多分。これ、バカでもわかると思うんだけどな。俺レベルのバカでもわかるんだから。普通の人間だったら当たり前のごとく分かってるはずなんだけど。だってさ、5月ですよ。5月でも雪残ってんだよ。そのレベルの山ですよ。5月のこれだって、5月5日ですね。5月5日の登山中に道に迷って、同29日に、遺体が発見された。うわぁ。2メートルほどの雪が残る場所もあったって書いてある。
阿賀野署と、消防署。大げさと思わずに早めに110番か119番に通報してほしいと呼びかけて。え、これ、あれなんだっけ？電波ないんじゃないの？県外とかじゃない？違う。県外ではないんだ。え、これも、もしかして俺の天才的発想、もしかして当たってるんじゃない？これ。だって、110番か119番できるってことは、ね。当然スマホだって持ってたはずだと、携帯なんて。当たり前だけど。持って出かけるはずなんですよ。ということは、あえて持っていかなかったか、あえて電話しなかったか、と考えられます。あえて持っていかなかったか。心中じゃないの？心中じゃないですかね、これね。これ心中じゃない。一家心中。まさか天才か？新潟の、ゴズ連山での遭難は計画的遭難である。で、ブログがあります。僕と同じ考えの人いますね。不謹慎なのは承知しています。あえてこのような題名にしました。5月5、えー、5日に、新潟県ゴズ連山で起きた遭難は起こるべくして起こっています。NHK などの報道をもとに考察しています。実際に起きたこととは違う可能性があるので、見当違いの話をしているかもしれません。だよなぁ。遭難の概要が2018年の5月5日、日曜日。10時頃にコンビニでカップラーメン、おにぎり、飲み物などを買う。で、11時頃になって、登山口に車を駐車。登山ポストに登山計画を出す。あ、出してんだ。一家心中だと思ったけど違うのか。12時か12時半頃、推測、なんとか山で食事。で、14時、なんとか山からなんとか山に、途中で登山、途中で他の、登山者が、目撃する。で、うんちゃら山、なんとかかんとか、16時頃、かっこ17時近く、家族に遭難したのでビバークする。ビバークすると携帯電話で連絡。あ、連絡してんだ。ビバークってなんだ？ビバークってなんだ？登山中にテントも張れず、緊急、避難的に野外で一夜を過ごすこと。野宿。あ、野宿のことか。で、5月の、6日、次の日です。朝7時に家族にこれから下山すると携帯電話で連絡。これ以降連絡が取れないまま現在にいた。ということは家族がいたわけだ。検証ルート過去。登山計画が不明なので推測。うんたらかんたらうんたらかんたらで、全行程5月、5月は5時間25分。時間的にも37歳の男性が6歳の、男児を連れて明るいうちに下山できるとは思えない。その通りだ。6歳男児が元気に登れるのはせいぜい2、3時間程度。
残雪があるので、ルートファインディングが難しく、遭難したと見解する人もいるが、本人たちは新潟県在住とのことで、冬場の雪には慣れており、多少の残雪は問題ないと思ったのかもしれない。すれ違った登山者に、先の状況を聞くぐらいのことは通常であればすると思えるだ。5月5日の新潟県の日の出と日の入り。日の出が4時44分。マジで。日の入りが18時38分。うん、山なので、木々や山に阻まれて、日の入りが2時間前には暗くて、ヘッドランプなしでは歩きにくいと。登山届を出すくらいなので、簡易的な地図は携帯してたと思うが、緯度経度付きの地図と GPS を用意または使いこなせたかは不明。スマホの GPS、登山アプリは使っていないのかもしれない。これ面白いですね。まあ不謹慎なんだけど面白いんだよな。想定できる遭難地点。登山前から遭難は確定だった？推測がほとんどです。6歳男児を連れて行くには難易度の高い、山域で出発時間が遅い。父親は、見客向きコースという中期換気の看板を見てどう思ったんだろう。見客向きのコースって何だ？ GPS 地図などの、道迷い探索ができていない。ビバーク地点から正規の、尾根に、登り返していない。軽装かっこ、道迷いを想定してないので、ヘッドランプなど持たない。残雪を甘く見ていた。当初の捜索状況から考えると、家族には、登山計画書を渡していないと思われる。遭難した本人が遭難したと、警察に110番通報をしていない。110番通報してないのこの人。バカじゃないのか。そんなことってある？家族と遭難した本人の、現状認識が甘い。道に迷った人から、これから下山すると連絡を受けた家族は、なんと返答したんだろう。推測のルート上には避難小屋がある。つまり、過去に人が死んだ山域ということだ。過去、この山域で、過去に、遭難死亡事故があって、避難小屋が整備されてたと考える。これに対してコメントがありますね。おい、楽しいか？今、ご家族や関係者が必死で目撃者探しや情報収集している中で、この日記を見たご家族がどんな気持ちになるのか考えないのか。無事な帰還を願っている人たちの気持ちを考えないのか。遭難は確定だった？そんなことを今言っても何になるんだ？不謹慎なのは題名じゃないだろう。この産業を問題視しているのはみんな同じだよ。だけど、この日記が検証？登山歴6年で自分だけは遭難してると思ってるあんたの想像と推測だらけ、これが一体何の役に立つんだ。これが2018年の5月10日に、コメントされてます。なるほどね。まあ、もっともですね。まあ、もっともだけども、少なくともこのコメントしたことによって、何か、変わるとは思えないですね、逆に。逆説的に考えて。タイトル。はじめまして、タイトル内容ともに不謹慎すぎると思うので、あえて苦言を、さらします。
タイトルで〇〇であると断定してしまうのではいかがなものかと思います。また内容の方はあくまで想像意見を出したいので、これは、憤る方が出てくるのは当然だと思います。こんなタイトルで閲覧者増やしたからって何になるんですか？いくら人気で個人の感想を書けるかだって、第三者を目にするんですが、そこは、少し考えてほしかったです。非常に残念です。まあ、この人もまあ、もっともなことは言ってますけどね。うん。まあ、でも、それ言ったらもう2チャンネルというか5チャンネルなんてもう完全に犯罪者の集まりですからね。他にもいろいろありますよ。コメントで。注意喚起のつもりですか？承認欲求もここまで行くと質が悪い。非謹慎なのは、勝率と書いた上で単なる推測を長文でつらつらと書き込むあなたの精神は異常です。早く削除した方がいいですよ。他の方、自分でおっしゃる通り不謹慎なタイトルに批判が多いようですが、この遭難事故への疑問は多くの人が共有しているのではないでしょうか。まず、無謀以前の残酷計画、過去、山頂を目指していたのは明らかからは、どうしても遭難覚悟で入山したという印象を受けます。16時というまだ行動可能な時間帯に軽装にもかかわらず、早々とビバークを決めたのも不思議です。なるほどな。過去、私は日没前後の、近所の山をよく歩くが、今なら、樹林の中でも18時過ぎでも十分歩ける。家族に電話したんだったら、どうしておおよその位置を告げなかったんでしょうか。警察は家族からの情報に基づいて当初、関安山を、散策して、時間を無駄にしてしまいました。ボズさんはそれほど大きな山域でないし、未だに手がかりつかめないというのも不思議な気もします。私も、不謹慎の誇りを、不謹慎の何とかを受けるかもしれないが、これが計画的そうな過去、すでに密かに下山して、失踪している。であってほしいと願います。真っ暗な山中で震える6歳の子供を想像したくないか。この時点ではまだ見つかってないということですよね。だいたい20日ぐらい。続いたってことですよね。だって。そういうことですよね。5月5日から、この事件が、発見されたのが、何時だっけ？ 29 日ですか？だいたい25日から24日ぐらい。24日間、見つからなかったってことですよ。はぁ。24日ですよ。まあ、俺も多分これ計画的だと思いますよ。被害者の人は悪いですけど。そう考えるのは至極だったの、普通だと思います。だからおそらく、そうだなぁ。だから家族に電話してるってことは、何か家族がいたってことですよね。当然母親がいたということです。ねえ。そうですよね。母親がいたってことですよね。もしくは母親プラス、子供。
きちんと登山届を提出しており、軽く見ていたとも決めつけられない。確かに。なぜ難易度の高い山に午後から登るとしたのか。これも頭がおかしい。そしてなぜコンビニでカップラーメンを購入したのか。近くのコンビニでおにぎりやカップ麺を購入したと分かっている。ということは、コッヘルにガスコンロも携帯していると思われる。確かにそうです。お湯がなきゃダメですからね。作れないですからね。親としては雪を溶かして水を作り、子にラーメンを食べさせるつもりだったのであろう。なるほど。最初から夕食を山で食べる予定だったという可能性もある。そしてなぜビバークすると連絡してきたのか。5日の午後2時から午後2時に入山してるんですよ、この人。14時からお前入山してるんですよ。そんなことってある？ただの自殺違うんじゃないのこれ。そして同8時過ぎに道に迷ったのでビバークすると電話。だいたい6時間後ってことですね。そもそもビバークする道具を持っていたのか。だってあれ見た感じは軽装でしたよね。この段階で助けを求めなかったのはなぜか。どうやって一夜過ごしたのか。どの山に登ったのか。登山口から、1時間20分ほど進んだところにある山なんとか山とその先のなんとか山とある、登山道で親子に似た二人を見たという情報が複数の、登山者から寄せられていました。登山届の提出やビバークという言葉を使い登山を熟知していると思える反面軽装で午後から入山という不可解な一面。確かに。だって普通の人ビバークって言ったらなんだか知りませんよ、俺。俺ですら知らないですからね。何それ。しかも登山届出してるんですよ。俺登山届何なのかもよく分かってないんですけど、さっぱり分かりません。多分、まあ多分登るところにこのポストみたいなのがあって、登りましたよ。で、帰ってきた時に、それ終わりましたよ。はい、帰ってきましたよ。みたいな、そういうあれでしょ。多分。次の日の朝も元気だったのに何が起きたのか。翌、6日の朝にこれから下山すると再び電話しました。翌朝も下山する体力はあったと思われる。なぜ死因が低体温症なのか。二人の遺体に致命傷となる外傷は見られなかった。警察によると死因は低体温症と見られる。二人が見つかった場所は親子が向かったと見られる。松平山の山頂から南西に 1.7 キロほど離れたところでうつ伏せで重なり合う。うつ伏せで重なり合う。ような状態で倒れていた。滑落ではなかったので意識はあった。二日目の朝以降なぜ電話しなかったのか、電源が切れたのか、電池がなくなったのか、持っていった食料の少なさと防寒道具の不足が原因、カップラーメンを持っていっているということから火をつける簡単な道具を持っていた可能性がある。いつ死亡したのか。翌朝も元気だったことから亡くなるまでかなりの時間生きていた可能性がある。外傷がない場合、遭難者が10日前後生存して生還するケースもある。なぜ警察の対応が遅れたのか。県警は10日、当初6日の午後6時頃としていた認知時間を6日の午前9時20分頃に訂正した。県警は初動の遅れを認め謝罪した。そ
労の遅れって言ったと思う。高高も、高高あれだろう。あ、違うのか。当初午後6時、夜の6時としてたんだけど、午前9時20分だから、1時間、12時間だと13時、15時間後か。15時間、あれなんだね。遅くしたってことはですね。県警によると、6日の午前9時20分頃に渋谷さんの父親が阿賀野県管内の駐在所の60代の男性巡査長に2人が下山しないと口頭で相談していた。あ、10日深夜に県警本部で記者発表した、水沢春夫県警地域課長は、結果的に初動が遅れたことは不適切だったと謝罪した。で、なぜ、赤安山を中心に捜索したのか。ちょっと待って、これ長くなるんだ、これ。薬飲む、これ。薬飲まないといけない。今朝の5時ですね。今朝の5時で、これ晩飯です。最近ね、あれなんですよ。昼夜逆転してるんですよ。で、県警は当初は、親子が向かったという情報のあった赤安山、過去582メートルを中心に捜索。となってます。そっか、あれからもう1年経ってんのか。これただの自殺志願者だと思うぞ、俺。ただの。だってさ、37歳でしょ？俺ちなみに31歳ですよ。俺が6年も長く生きてるくせに、俺高卒の偏差値35の高卒で、相当頭悪いんですけど、さすがにこれバカな人間だと思うぞ。少なくとも。てかバカとかのレベルじゃないですよね。もはや。多分知的障害かなんかのレベルじゃないと、こんな暴挙出ないですよ。うん、暴挙しないですよ。こんな暴挙。しかも、小学6年生が登るようなレベルの山じゃないです。違う。小学、あれ？小学1年生だったっけ？ 6 歳だっけ？ 6 歳、6歳だったよね。確かね。6歳だったよね。
6歳だったよね。6歳は登るようなレベルの山じゃねえんだよ。どう考えても。バカなんだって。絶対。絶対バカなんだって。少なくとも。絶対バカなんだって、これ。あれ？何分経ってる？これ。もう1時間半経ってるんだけど、笑った。まあ、いっか。携帯でも電波届く範囲がだってあるっていうことなんですよね。タラレバを書いてはいけませんが、もしビバークを決意した場所で動かな、動かずに、捜索隊も待っていればこのような結果にならなかったかもしれないなと思います。って書いてある。まあ確かに。だって歩くことによって、まあ体力が減るわけですからね。まあ、それ確かに当然だ。まあ、だからそもそも迷った時点で、だって電話できたはずなんですけど、電池なくなったんかな？電池なくなったんかな？何らかのあれで電池なくなったんじゃんか。もしくはもうそもそも携帯電話の電池マックスにしない状態で、50% ぐらいの時に、登山入って、で、電話してたりなんたりしてたら、減ってなくなりましたっていうパターン。もう考えられない、本来。ああ、他にもあったんだって。ゴズレン山の事故と、時を同じくして、なんとか山で遭難した登山者が無事に発見されたニュースがやってきました。遭難した登山者は携帯電話を紛失し、道に迷っていたんですが、道迷いを起こしてしまった時のセオリー通り、その場から離れずに助けを待つことにしました。その結果、無事に救出されたんですが、生死を分けたなと、登山の知識であり、登山経験なのかもしれません。まあ、そもそもですけど、だって5月5日の時点でまだ2メーターの雪が残ってたっていうことは、そんな状態の中で、登山するやつは、そもそも、それなりの覚悟をしなきゃいけないのは当然なんですよ。まあ、バカでしょうね、これね。これは間違いない。これは間違いない。俺の推理が正しければ間違いない。こいつらはバカだ。いや、こいつらじゃない。この父親はバカなことは間違いないです。少なくとも。
少なくとも俺よく頭悪いのは間違いない。間違いないですね。まあでも、ゴズさんは、すごい、綺麗な山が、違う、川が流れてて、すごい、綺麗な山です。俺も何度も行ったことありますけど、夏行っても涼しいんで、基本。当たり前だけど。山だから。夏行っても涼しいし、川の水はもうすっげえ冷たいし、って感じなんですよ。8月にその山入っても、めちゃくちゃ、でもないけど、まあ、涼しいっていう感じですよ。ということで、これもう、これ以上、続けると、あれなんで、もうやめます。ということで、秋田小町、街道は、おすすめ度数はね、これだって5キロで2000円未満で買ったんで、1800円、1900円ですね。5キロ1900円で、まあ、このコスパから考えると、4つ星、ご視聴ありがとうございました。